まずカメラレンズ目線から、はい、もうちょっとニコッとしよう。そうですね。口も開けてみますか一回。そう。はい。すました笑顔で。手もうちょっとこうなります。いや。手のひらが上を向かないかっていう。上を向く感じ。うん、そうそうそう。リストカットの後それ。やけど。やけどしたんかい。ね、うん、そう言わへんかったらそういうみんな思うよね。病んでる人なんかあったんか。うん、コンシーラーとかで隠した方がいいかな。大丈夫、まあそんなのは後で写真で消した方が早い。うん、あ、もうちょっとですね。はい、後ろ、こっち、はい、はい。写真で消すって俺？俺はあのフォトショー使えないですよ。うん、いやその玉木さんがやってくれます。うん、そうよかった。はい。はい、オッケーです。目線がその手の上のバージョンね。そう、上のバージョンね。もうちょっと真ん中に戻ってくれますか。うん。あ、そう、あ、そうでいいでしょ。いいんじゃない。ちょっとおすましやってみましょう。カメラ目線はあったかな。こっち。そう、あ、いい、それ。それいい。おう。素晴らしい。OK。はい。じゃあこれで。もうちょっと下がりましょう。はい。はい。そのバターナイフをもうちょっとなんかこう入れて、はい、そうそうそう。で、ちょっとその。上に上げた感じ。いや、そうじゃない。バターナイフ。そうそうそう。ゆっくり上げていきましょうか。下から。上げていく、はい、うん。ゆっくり。はい。はい。もう。ああ、いいですね。はい。うん、いい。それいいです。はい、オッケーです。はい、じゃあ次トーク。硬い人に。だからこれはいいよ。なんかエロい感じ。なんか卑猥だとか言われる。ちょっとエロ道具。バイブみたいな。相当っていう。相当ね。ちょっとその黒の面、黒の面を見せた方が。うん、それを、はい、ね、はい。こっちの押し方はこれでいいですか。それはそれでいいんじゃない。おすまし顔と笑顔ね。うん、はい、ですね。はい。はい。それこそなんかこうハートをする。二人で。意味がわからないけど。そういうあれなんだ。お待ちしてますみたいな。なんとかキュンとかいいんだろ。もえもえキュンとか。毒舌みたいな。なんか仲良しそうな感じの感じでね、近くで、うん、仲良し姉妹。モモハファンに怒られないよ。もうなんか顔が下向いてる。うん、はい、もうちょっと上向いて。おすましと笑顔と。はい、何からだっけ？普通ただ普通に。正面のカメラ目線、正面規律、はい。はい。これがね、だんだん表情が良くなってくるんですよ。後の方がね。はい、もうちょっとねカメラ覗き込みよう。ちょっと覗き込みすぎかな。はい。でちょっとおすましもね。おすまし、はい、そうですね、いいですね。正面写真、うん、ちょっと顎上げてみますか。もうちょっと、そう、あ、怖いです。
笑顔の、はい、笑顔バリエーション、はい、大きい笑顔、小さい笑顔開けてみましょう、口そう、はいはい、ちょっとおすまし、はい、ね、手をね、もうちょっと前に、はい、そうそう、それですね、はい、はい、で、もうちょっと顔正面に見てください、そうで、笑ってみましょう、はい、OK です、はい、じゃあ体横、顔正面、カメラ目線、はい、普通と笑顔、はい、はい、バストショット、そうですね、もうちょっと手をもうちょい入り、そう、あ、いいですね、ちょっとおすまししてみましょう、はい、これ反対横もやっておきましょうか、そうですね、うん、はい、ちょっと引き縮きます、はい、同じポーズですね、はい、はい、そんなにいっぱい取らなくて多分いいからね、そんなにそんなに使い道ないでしょいやいや、そんなことやってましたよ、ちょっと待ってね、ライトに海水パンツ一丁で取るとか、ね、何それ、いるんですよ、女の子取るのに自分も脱いで撮る、それお昔でしょ、はい、それは何ですか、久しぶりに聞いたんだけど何年前だよそれは普通の撮影そんなことするんですか、いや、まあ、いやそんなカメラマンどうよっつっていや、いやだな、いやでしょ、いやですね、どちらかというとフルチンになる人も、三村ひとしさん、ありがとうございます、今回の動画面白かったと思ったらぜひまだの方はチャンネル登録していただいて、はい、グッドボタンをお願いいたします、お願いします、はい、またお会いしましょう、 See you 角度が違いますね